同面さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、イルミナ武器が調整入ってるの分かりますか？ですね、フェスゲンヒロインになんと隠れて強化入ったキャラが結構いまして、今日の動画ではそれらのキャラを紹介していこうと思います。画像は神ゲームさんからお借りしております。はい。こちらですね、もう早速覚醒見てもらえれば分かるんですけど、イルミナ武器がですね、十字、チーム回復3つ、指延長プラス、HP 強化と、もうこの時点で強化もらってるの分かると思うんですね。で、イルミナ武器って、まあ最近あまり使われてはいないけど、ちょこちょこ使われてはいたキャラなんですよ。めちゃめちゃ使われてるわけじゃないよ。ただちょこちょこは使われてるキャラで、まさにこういうキャラがね、地味に強化もらっているということで、実際に紹介していこうと思います。早速じゃあイルミナ武器からですね。まず覚醒強くなっていて、かつスキルも HP 全回復3ターン属性吸収無効6解除非光日食人が9ターンになってます。はい。そもそもですね、指延長チーム回復3つ、十字っていうのがまずめちゃめちゃ強くて、十字補いつつチーム回復もねっていう意味伸ばして、かつスキルも3ターン属性吸収無効武器になってはいるので、多分使い道はあるんじゃないかなとは思う。こういうね、地味だけどめっちゃ強くなってる武器っていうのは多くて、こういう武器が意外と入ってきたりするんですよね、パーティーに。まずイルミナ武器強化もらってます。はい。で、続きまして、ドーナ武器ですね。スキブに毒耐性4つに、チーム HP 強化が増えています。はい。これによって、HP も盛りつつギミック耐性も一応できる武器にはなってます。スキルはね、同じく回避激減、光の攻撃力3倍、2ターン3項目か3、ダメージ無効貫通が5ターンです。これはもうドーナと一緒。なんだけど、これすごいシンプルに考えてほしいのが、スキブあって、毒耐性4つ、チーム HP あってね。で、スキルが2ターン3コンボか3無効貫通武器なんですよ。で、回避力激減、光の攻撃力3倍とか、そんな大して影響はなくって、これって。ね。別に回避激減に関してもね、周回とかだったらそんな影響はないわけだし、その割には3コンボか3ダメージ無効貫通が2ターン続くから、ね。かなり優秀な武器になってると思います。からのドーナですね。こちらもシンプルにスキルが強化入っているのと、超覚醒超つなげ者が増えてます。これは進化形態の違いのだけなんだけどね。はい。強化もらっています。そして、ポンのですね。ポンの変身前が地味に闇の全パラ 1.5 倍、闇の6個消して攻撃力12倍、固定1ダメージになってます。はい。で、続きまして、チェルンです。チェルンは、スキルが3ターンダメージ無効貫通、属性吸収無効2コンボ加算。で、ドロップ6を解除し、水と回復に変化です。これもね、ほんと無効貫属性吸収無効っていう結構貴重なスキルの上に、これ2コンボ加算もついてるんで、ダンジョンによっては全然使えそう。特に無効貫属性吸収無効が3ターンっていうところにおいて、結構周回領域は強い場合が多いんですよね。だから、チェルンに関しても使える場面はあるかもねって感じ。で、同じく武器も強化もらっております。はい。この武器は元々が強いから覚醒は変わっていないかな。ただその代わりスキルがですね、3ターンダメージ無効、3ターン属性吸収無効になってて、かなり強くなっていると思います。はい。これがチェルン武器。さあ、続きまして、エリカです。まず、超覚醒が増えていて、火力が上がってます。で、スキルが2ターン遅延、9ターン2コンボ加算、6解除に、キー、光、闇、回復4食事変化が9ターンです。なんかカイドウとかと合わせて使ったりできないんですかねこれ。2コンボか3ループしたら結構面白いけどね。っていう感じの強化もらっております。はい。そして、こちらエリカ武器です。同じくスキルも2ターン遅延、9ターン2コンボ加算です。これはでも周回とかでね、使える場面はありそうですけどね。例えばなんだけど、メルズナループをしてる場合に、このエリカ武器を使ってあげると、メルズナが6コンボ加算の盤面2コンボ、式神ループ前提ね。式神ループ前提で、式神ループ前提だと、リダフレで2コンボ加算の、そういうことなのね。だからかなり強いから、多分そういうところでも使い道はあるのかなとは思う。10個も確定させたい場合に、このエリカ武器とか、エリカのスキルのループっていうのは結構強そう。ヘイストとかと噛み合わせてあげるとね、普通に使えたりとか、あとは後半はエンハンスを打ってあげれば、11階層ぐらいまでだったらコンボ加算しながら立ち回っていけそうだから、式神ループ使う際に、このね、2コンボ加算ループっていうのは結構使えそうな感じがしますね。はい、これがエリカ武器です。はい。さあ、そして、プレナです。まず、プレナ超覚醒が増えております。はい、っていう感じ。これは進化形態の違いだね。そして、ロミアです。超覚醒増えていて、スキルが6解除、ヒーキー闇に変化、4ターン HP25% 回復悪魔の攻撃力2倍です。これシンプルにあれね、進化形態の違いやね、普通に。乗ってる乗ってない話だと。で、もみじです。ステが上がっていて、スキル1ターン属性吸収ダメージ吸収無効、6解除に、キー光回復の3色陣が8ターンになっております。地味だけどでかい強化をもらってます。そして、エルゲヌビです。スキルが、キー回避光邪魔毒爆弾を火に変化、9ターン2コンボ加算。ドロップ少し落ちやすくなるが9ターンです。普通にこっちも9ターン2コンボ加算ついてるやん。なんやこれ。最近のコンボ加算ループのね、強さ、とんでもないですね。普通になんか2コンボ加算ループとか出るんですね。はい、これがエルゲヌビです。で、続きましてメル。スキルが普通にこれね、6解除。右から2列目を回復変化が3ターンになってます。これ進化形態の違い。バーバラです。超惑星増えていて、スキルが6解除、火闇二色人、変化 HP 全回復1ターン、ドラゴンマシンの攻撃力が4倍。これも進化形態の違いかな、多分。で、ジュリです。ジュリも同じく超惑星増えていて、スキルが4ターン、自分の攻撃力5倍、敵の防御0、2ターンダメージ半減です。これらもあれだね、ほんと進化系との違いって感じ。で、同じくナビです。ナビもスキル強化もらっていてね、まさに昨日紹介しましたけど強くなってます。ここら辺も本当に進化形態が違うだけで、っていう感じ。で、ミトです。小学生悪魔キラーになっていて、これ、あれだね、悪魔キラーが4突できるから、ね、これで潜在まで含めたら、5の4乗で625倍の 3.375 倍だから、ね、2093倍くらいか。2090倍くらい出るはずなんで。倍率はかなり高そうですね。結構使えそうだけど。シナ、小学生が強くなっていて、スキルは6解除、光闇二色人です。これも進化形態変わってるだけなんであれですけどね。はい。で、クビアです。スキル同じく変わってます。はい。で、ルイネスですね。こちらもスキル変わってるだけです。属性の、ごめんなさい。進化前の違いです。はい。っていう感じ。そして、メリディオナリスですね。こちらもね、超惑星が増えていて、スキル2ターンダブル吸収無効、2コンボ化3、6解除闇回復を水変化が11ターンです。リーダースキルも落ちこなし、水の攻撃と回復が 2.5 倍、水の攻撃攻撃力上昇、最大4倍。なんだこれは。一応強化もらってるんだもんな。は？攻撃力10倍、回復 2.5 倍ってことこれ。これマジで手抜きとかの次元。いや、でもまあ手抜きってわけでもねえか。もう今更パズドラ応援もフェスゲンヒロインなんかに時間かけてらんねえわっていうことなのかもしれない。エレディオナリスも覚醒面白いっつっても今のメタにはマジで使えないしね。じゃあこれでリーダースキル強くなったから誰が使うんかっつったらまあ使わずに終わりそうな感じもあるから、まあ確かにその運営の気持ちもわかるな、これは。まあ一応ダブル吸収無効になってはいるんでね、あれですけどね。進化形態の違いです、これも。ラスト闇イルミナー。これだけね、紹介しなかったはず。捨てが上がっていて、まずスキル、敵全体に50万固定ダメージ、6解除、光闇二色人が12ターンです。武器だけ確か紹介してね、キャラはね、紹介しないんだよね、これ。そう。50万ダメージに、6解除に二色人と。リーダースキルは、闇光の同時攻撃で、ダメージを 70% 軽減、攻撃力が22倍。光と闇を同時に5個以上つなげたケース4項目加算という感じでした。まあ、正直、ここら辺はそんな強くないんだけど、この最初の方に紹介したまずイルミナ武器に関してはやっぱりもうこれ十字武器回復も漏れて指も漏れてって感じで相当強い部類に入っているのかなとは思う。これは絶対に使える武器になると思うし、どんな武器に関しても周回とかだったら結構使えそうな感じはするので、ぜひね、チェックしておいてもらえればなと思います。はい、という感じでですね、今回はフェスゲンヒロインの隠れ強化キャラを紹介する動画でした。チャンネル登録はぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。